何も見えなくなるほどすごい吹雪でしたね。先生も上着を脱いではいかがですか？そのまま濡れた服を着ていると風邪をひいてしまいますよ。先生、どうかされましたか？何か気になることでも？その表情、もしかして。先ほどの演説では足りず、もっとチェリの会長のお話が聞きたいのですか？こんなタイミングですし、ちょうどいいですね。では、雪が止むまで一緒にチェリの会長の偉大さについて語り合うとしましょう。先生、違う、これはその、待って、今は姿勢を変えるわけにいかなくて。今は狙撃に夢中で、ターゲットから狙いを外すわけにはいかないし、だからこっちは大丈夫。むしろそのままでお願い。じゃあ、なんだか喜んでるみたいだけど、これはさすがに、やっぱり無理だ。恥ずかしい。気にせず続けて、気にせずにいられるか、バカ。